どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラストで上達するために編成から紐解く反省方法となります。少し前にリザルトを使った反省方法を紹介しましたが、今回はその続編となる編成からの反省方法となります。トラストを使っていると器用貧乏なことから柔軟な動きとスキルを要求される位置なので、編成を理解するのは重要です。柔軟な動きが要求されるということは、編成を見ていち早く役割を判断する必要があります。ここで今回は編成を使った役割の考え方と、それを使った反省の方法をトラスト視点でまとめていきます。反省の方法に慣れてしまえば、試合開始でその応用ができるので便利なんですよね。込み入った話になるかもですので、リラックスして最後まで聞いてもらえると嬉しいです。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それでは早速解説していきたいと思います。そもそも編成の反省をするには、編成に必要な要素を把握しないといけません。要はチーム内での役割ですね。ただスプラの編成において役割は多く存在します。キル担当やヘイター集め、援護など様々です。この役割ですが、細かく考えるといくらでも出てきます。武器によっては複数だったりして混乱がしやすいです。そこで今回はシンプルに3つに分けて話を進めていきます。その3つはキル、塗り、ゲームメイクになります。キルに関しては一番分かりやすくシンプルです。前衛と言われるポジションになるため、相手の人数を減らす役割があります。キル力が高ければ一人で試合を終わらせることも可能ですが、テスもしやすいポジションです。そのためチーム内で一番崩れやすい役割です。一番前にいることが多いので、前線ラインをキープできるか重要な役割になります。続いては塗りです。塗りは中衛の位置になります。前線の後ろで地味なイメージがありますが、試合の攻防戦を決める重要な役割です。足場を整えてなければ機動力は落ちますし、敵の自由度も上がります。自陣が減っていくので行動の制限がつきます。そのマイナス面を抑えて有利にするための役割が塗りとなります。塗り役は武器が非力なことが多いため一人では勝てません。ですが塗りで足場を固めてサブやスペでサポートすることで、前衛と連携がしやすくなります。試合の攻めや防衛がうまくいくときは、大抵この役割がしっかり機能していることが多いので、勝敗を決める要因にもなってきます。最後にゲームメイクです。後衛のポジションですね。味方デスのカバーと状況に合わせて幅広く動くことが要求される役割となります。試合の結果を大きく動かす立ち位置と思ってもらえばいいかと思います。基本的にはメインの射程で圧力をかけるポジションですが、塗りやスペシャルによって味方の攻めと守りの起点を作ります。この武器がいいポジションを取ることができれば、ある程度有利な状況を維持できるほど強力です。ただしマップの理解度や射程、盤面管理等情報を活かさないとかなり難しいポジションです。常に戦略を組み立て試合を動かす行動が要求される役割です。正直この上手い人がいるだけでかなり楽です。では確認ができましたので、そもそもトラストにはこの役割のどこに当てはまるのでしょうか。立ち位置的にゲームメイクになるかと思います。射程や塗り、キルなど幅広くできることが多くあるからです。もともと役割が多い武器なので、味方の動きを見て穴埋めをするのに適しているんですよね。では役割の整理いきましたので、次に行きたいと思います。大まかに把握できたと思いますので、次のステップに行きたいと思います。次のステップは味方の役割を予想することです。自分の役割を決めるのが大事なんじゃないかと思いますが、味方を見て総合的に決めることが大事です。武器によっては多岐にわたって行動できない武器もあります。その武器に無理な役割をさせるわけにはいけません。もしここで自分の役割だけを考えていると、味方の動きが被ったりして編成に穴ができてしまいます。この穴をなるべくなくすためにも、味方の役割を予想して自分の役割を適切に合わせる必要があるわけです。これができると編成事故では味方とうまく連携ができて勝てることが多くなってきます。それくらい役割を見極めるのは大事です。またトラストの特性上、器用貧乏を生かすなら穴埋め役が適切だと思っているからです。
味方の役割を予想する理由はなんとなく分かってもらえたかと思いますので、役割の決め方に行きたいと思います。味方の役割についてですが、射程や切り力、塗りなど感覚で判断していいと思います。チーム内で切り力が高い武器は切る担当、塗りがチーム内で高ければ塗り担当という感じで決めていきます。全武器で塗り武器、切る武器という括りではなく、チーム内で決めます。こう考えると武器の長所を見抜く力も重要になりますね。最初はこんな感じで役割を予想していきましょう。ただし注意したいことがあります。それは仮説で役割を決めているという点です。仮説ということは常に一定の動きをしてくれるとは限りません。そのために動きを把握してこちらが立ち回りを常に変える必要があります。あくまで予想からの仮説ですからね。味方の役割を確認できるということは自分の役割を変えるきっかけにもなりますので、非常に重要なことです。ではここでタイトル回収に行きたいと思います。ここまで編成の役割の考え方を中心に話してきましたが、全ては反省のためです。反省するにあたって編成を見た時に何を考えていくかですが、まずは自分の役割の振り返りをします。自分はどんな役割の仮説を立てて動いていたのか、それが適切でうまくできていたのかを確認します。反省するにあたって編成とビルドを見ることになりますが、キル数や塗りポイントは一旦忘れて編成だけを見ます。その編成を見て役割を確認したら表彰内容と比べます。編成を見た時にしっかりと役割を被らせずに動けたかが大事だからです。例えばシューターが多いチームの場合は後衛寄りになるため、ルール関与やアシストといったサポート寄りの表彰が多くなるはずです。塗りの弱い編成であった場合は塗りやルール関与といった中衛寄りの表彰が優先されるはずです。チーム内で自分の役割を決め、どれだけできたかが重要な反省方法になります。ここで自分の役割を把握していなければ、いくら編成を見て反省しても無意味なものになります。それは定義がないからです。さらにそこから反省を深めるのであれば、勝ち負けに関わらず振り返ることが大事です。もっと丸々の動きをすれば楽にいけたかもしれない、どの武器をカバーすれば安定しやすかったか、あのシーンでスペアを温存しておくべきだったなど、編成と役割から仮説を立てて反省し、シーン別に深掘りすることが非常に大事になります。役割を理解していれば適切な動きというのが分かりますので、問題かどうかの判断ができます。余計な反省をしなくて済むんですよね。これを繰り返していると生きた経験と知識が溜まってきます。経験値が溜まってくれば、同じことが起きた時に対処が前回よりも高い次元で行うことができます。これにより編成で自分の役割と対応の速度を上げ、たくさんの仮説を実践に移せる編成を使った反省ができるわけです。慣れてくると編成だけでこの役割かなと考えられるようになりますので、数をこなしてみましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストで上達するために編成から紐解く反省方法はいかがでしたでしょうか。編成での反省といっても事故なのかどうかぐらいしかないように見えます。ですが仮説を立てればたくさんの発見があります。もちろん自分の武器によって役割が変わります。ですが根本的な反省方法は一緒です。指の場合でお話をしましたが、役割から編成の反省方法を参考にしてもらえれば嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。